お世話になっております。日本の人口増加を目指す男、藤江です。今回もですね、本編はニコニコ動画でお送りします。この YouTube では導入部分になります。突然ですけどもね、皆さん。皆さんが、ある薬を普段ね、使っていたとしましてね。こんな注意書きが突然追加されたらどうでしょうこの薬品は有効性、安全性は確立していない。 このような注意書きが突然追加されたらどうでしょう怖いですよね。その薬使い続けますかどうしますかまあ人によってはこれまで使ってきたんだから大丈夫だろうという方もいらっしゃるかもしれませんけど、でもですね、この薬を少なくとも人に勧めるのはどうかなって思いません有効性、安全性が確立されていないものですね。 人に勧めるってどうなの思いませんしかもですね、この注意書きが後から追加ってのもね、また不気味じゃないですかだってこれをね、書か,かざるを得ないような状況になったから、これをわざわざ追加したわけですよね。有効性、安全性は確立していない。これね、架空の話ですからね。これ架空の話ですからね。はい。安全性、有効性、確立していないって言いますけれども、安全性と有効性って、 どちらもその薬のね肝じゃないですかね安全でもなくて有効性もわからないものをねどうして使うんでしょうかとまあこれは例え話なんですけども似たような状況がね起こっているとか起こっていないとか厚生労働省に確認しましたのでニコニコ動画でご覧ください今回は以上です藤江でした